ただいまから日本共産党参議院選挙に向けての出発式を開催いたします。本日司会進行を務めさせていただきます名古屋市会議員の江上博之です。どうぞよろしくお願いいたします。比例代表5議席、全国で650万票、10% を獲得して、何としても武田良介さんを国会に再度送り出す、そして愛知選挙区では、須山初美さん、どうしても送らなければなりません。どうぞ皆さんのご支援をお願いいたします。それではまず最初に日本共産党愛知県後援会会長土井俊彦さんよりご挨拶をお願いいたします。山本まりなめさん、いよいよ選挙が始まりました。私は、後援会ちょっと代表しましてご挨拶いたしてます。昨日からですね、オーストリア、ウィーンですね、核兵器禁止条約の締約国会議第1回ですね、始まりました。私が思い出すのは、核兵器廃絶に最も熱心なのは共産党です。2017年7月7日にこの核兵器禁止条約が国連で採択した時です。日本からは政党としては C さんだけしかね、言ってなかったですよね。本当に日本人の代表として私たちの核兵器廃絶の声を届けてもらった、本当に私感謝しました。同じようなことがですね、戦前にも起きてます。宮本賢治さん、共産党 の、 あの書記長をやっておられた方です。この方亡くなられた時ですね、評論家加藤修一さんがですね、宮本賢治さんは反戦によって日本人の名誉を守ったというふうに来てます。本当に獄中12年、命をかけて共産党は反戦の戦争に反対してきました。私は本当に大好きな、最も支持するのはこの点です。選挙は、平和か軍、戦争か不平和か、そして、昭和初期ではないけれども大砲かバターかですね、国民生活か軍備増強かという事態になっています。本当にこういう事態に共産党は伸びてもらえなければ伸ばしていきたい、私たちの願いです。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまご挨拶いただきました土井俊彦後援会長でした。続きまして、高橋真紀子比例予定候補、比例代表お願いをいたします。出発式にお集まりの皆さん、おはようございます。日本共産党比例代表候補、高橋真紀子です。今度の参議院選挙、戦争させない、暮らしに希望を、何としても日本共産党の比例の大波、広げに広げ抜く、その先頭に立つ決意です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さん、岸田首相がバイデン大統領と日本の防衛費を増額することを約束してきました。これどれだけ増額するのか、自民党の提言通りであれば GDP 比 2% 以上、あと5兆円必要なんです。この財源どうするのか、消費税の大増税なのか、それとも暮らし社会保障の大削減なのか、これだけ軍拡するんだったら国民の皆さんにその財源しっかり示すべきではないでしょうか。皆さん、私、子育て中の友達に聞いたんです。これだけ大軍拡するんだったら保育園の保育士さん増やしてほしい、私の保育園保育士さん足りなくて困ってるんです。これだけ暮らしが厳しい時、子どもの給食費せめて無償化してほしい、5兆円あったら全国の保育園に
2人以上保育士配置しても、そして全国の小中学校に給食費無償化しても、これお釣りが返ってくるんです。お母さんたちの言うこと当然ではないでしょうか。名古屋の学校給食の食材費、子どもたちが大好きなメインおかずのスパゲッティ、 30% 以上の値上げです。子どもたちの体力を作る牛肉、 10% 以上の値上げです。これ今名古屋市もはじめ多くの自治体が、せめて給食は安心して食べさせてあげたい、この思いで給食費の値上げしないで頑張っているんです。この機会に暮らしの足しになるよう給食費を無償化した自治体だってある。だったら今度は国が学校給食の無償化実現すべき時ではないでしょうか。憲法では義務教育の無償化を謳っています。学校給食の無償化を、これ私何としてもやりたいんです。今度の参議院選挙、どうか比例代表大きく伸ばしてください。心からお願いを申し上げます。皆さん、これだけ物価が上がっているときに年金が削減をされました。ある高齢の女性が手を強く握りしめて、ただでさえ少ない年金また減らされた、一方で大軍拡するって言ってる私悔しくてたまらないんですって話してくださいました。政府はどこまで暮らしを追い詰めるのか、この言葉私忘れることができないんです。男女の賃金格差が影響して多くの女性が少ない年金で暮らしています。それに追い打ちをかけるのが今回の年金の削減なんです。苦労を重ねて生きてこられた皆さんが安心して生活をすることは当然の権利ではないでしょうか。物価が上がれば年金も増える、この当たり前の制度に今こそ切り替える時です。戦争を呼び込む大軍拡はストップを、国民の暮らしをしっかり支える政治に今度の参議院選挙でご一緒に切り替えましょう。どうか日本共産党を大きく伸ばしてください。比例代表は日本共産党、そして愛知選挙区は須山初美を何としても国会へと送ってください。心からお願いを申し上げます。皆さん、今度の参議院選挙、戦争か平和かが大事な争点です。軍事対軍事、核抑止や核保有は平和を作る力にはなりません。日本を戦争に巻き込む道です。どうやって日本の平和を守るのか、 ASEAN と力を合わせ、日本を含む東アジアの地域に戦争のない地域大きく広げようではありませんか。今核兵器禁止条約の締約国会議が行われています。ここにはアメリカと軍事同盟を結んでいる国々も次々参加している。核は持たない、そして核で他の国を脅さない、これを世界のルールにしよう、この声が今大きく広がっているんです。日本は被爆国です。この被爆国こそ今すぐにこの核兵器禁止条約にサインをして、そして核兵器のない世界大きく広げる力あるのではないでしょうか。今度の参議院選挙、戦争か平和か、日本共産党の進化が問われる選挙です。党を作って100年、侵略戦争が続いてきたあの戦前の時代、多くの先輩たちが命を懸けて侵略戦争反対と訴え続けました。今私、その先輩たちの気持ちがよくわかるんです。訴え続ければ必ず戦争のない時代がやってくる、この思いを胸に今度の参議院選挙、何としても語りに語り抜いて、そして比例での大波、須山初美さんをこの愛知から国会へ、
この参議院選挙で日本共産党の大きな躍進を作り出すために全力を尽くす決意です。どうか皆さんご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。高橋真紀子比例代表候補でした。本日は本村信子衆院議員、和志野慶子元愛知県議、そして日本共産党名古屋市議団皆さんも参加していることをご紹介いたします。続きまして武田良介参院議員比例代表候補からご挨拶いたします。皆さんおはようございます。参議院議員の武田良介です。本日から参議院選挙が始まりました。愛知選挙区は須山初美とどうか書いてください。愛知選挙区は日本共産党須山初美と書いてほしい。皆さんのご支援の輪をあと一回り二回り広げていただいて、今度こそ愛知から日本共産党の議席須山初美どうか国会に送ってください。よろしくお願いいたします。政党を選んでいただく比例代表選挙、日本共産党とどうか皆さん書いてください。比例は日本共産党、ご支援の輪広げていただいて、私も2期目の国会に必ず駆け上がりたいと思います。昨年の総選挙は私たち日本共産党悔しい思いもありました。あの総選挙からもう一回り二回りご支援の輪広げていただいてこそ、全体50の比例の議席のうち5人の議席を何としても勝ち取ることができる。どうか皆さん比例は日本共産党、ご支援の輪広げてください。よろしくお願いをいたします。私国会議員6年間やってきました。そして参議院選挙直前の今党首討論なども繰り返し行われています。やっぱり今度の選挙は暮らしを守ることが問われるし、戦争か平和かが問われる選挙だと思います。しかしこの点で岸田政権はこれまでの安倍政権菅政権と何ら変わらない、自民党公明党政権同じ姿を現しているというふうに思うんです。戦争の問題どうですか。敵基地攻撃能力だ、日米同盟の強化が基軸だ、そして核兵器の共有なんていうことを言い出す政党もあります。こんなことを絶対に許してはいけないと思います。暮らしの問題どうでしょうか。アベノミクスは成果上げたっていうんです。異次元の金融緩和が必要だっていうんです。これでは物価高騰が続いていく私たちの暮らしが押しつぶされてしまうのではないでしょうか。この政治を根本から改めていく、それが今度の参議院選挙だと思います。私たち日本共産党は今年党を作ってちょうど100年、戦争反対を訴え抜いてきた政党として、国民が主人公の政治を作るために頑張り抜いてきた政党として、国民の皆さんと一緒に力を合わせて全力で戦い抜きたいと思いますので、どうか愛知選挙区須山初美比例は日本共産党お書きいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。平和の問題ですけれども、私やっぱり軍備拡大では平和は築けないというふうに思います。だって周りの国が日本を攻める、それを防ごうっていうわけでしょう。日本に攻撃したらもっと大変なことになりますよって脅しつけてるわけでしょう。周りの国ももっと軍備拡張するじゃないですか。核兵器を持ちましょうっていう話になってるじゃないですか。こんな社会に未来を任せる社会にするわけにはいきません。私たちの未来を託すわけには絶対にいかないと思うんです。私は何度も言ってきました。日本政府がやるべきことは軍備拡張じゃない、憲法9条を生かした平和外交じゃないでしょうか。そのために一番必要なのは核兵器禁止条約にサインすることですよ。今皆さんからもお話ありました、核兵器禁止条約の締約国会議、これ私も報道見ましたけれども、議長になったクレメントさん、失礼しました、クメントさんという方、
こうおっしゃってるんですね。世界中で軍拡競争の激化、それから核による威嚇、これが広がっていることを懸念して、核兵器禁止条約はますます重要になっていると、この和解条約をもっともっと強化していこうということを呼びかけている。その通りだと思うんですよ。だからこそ日本政府が核兵器禁止条約にサインすることが必要なんじゃないでしょうか。しかし国会でこれ何度聞いても岸田総理は核兵器禁止条約に核保有国が入ってないから非現実的だっていうわけです。私絶対違うと思います。日本は唯一の戦争被爆国ですから、世界に先駆けて戦争しないと誓った憲法9条を持ってる国ですから、その日本が核兵器禁止条約にサインをして国際社会で核も戦争もない社会を作りましょう、これが最も説得力を持つ訴えになるんじゃないでしょうか。日本政府にしかできないんです。日本政府にしか果たせないこの外交の役割、しっかりと果たさなければいけないというふうに思います。政治家の仕事は戦争することじゃありません。外交によって戦争を起こさせない、その外交努力こそせよ。それをやらない岸田政権は政治家の資格なし、この政治を変えようではありませんか。軍備拡張したら軍事費が膨れ上がり、私たちの暮らしが押しつぶされる。今の物価高騰、金融問題、円安の問題、これ解決しなければいけません。私たち最も効果的なのは消費税の 5% 減税だと訴えてきました。まあこれいろんな各党が言うようになってますね。そうです、野党でも共同して消費税の減税法案出しましたから、これは今の物価上昇に対して次元的に必要だっていう共同の提案なんです。私たち日本共産党はこれ一緒に出すとともに、日本共産党独自にも消費税の 5% への緊急減税を法案として出しました。これは今の私たちの暮らしの苦しさの根底には何があるのか、消費税を増税してきて私たちの暮らし、地域経済を疲弊させてきた、あるいは雇用は不安定雇用がどんどん増えて賃金が上がらない、年金は削減、教育費の負担が重くなる、社会保障が削減される、私たちの暮らし、命に関わる分野まで弱肉強食の新自由主義が入り込んできた、この政治を根本から変えなければいけないと考えているからこそ、消費税の 5% への減税を恒久的なものにと訴えて法案を出しました。皆さん、今度の選挙で弱肉強食の新自由主義を改める、その願いをどうか日本共産党にお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。私たち日本共産党は何でも企業の利益優先、この政治を根本から改めようと訴えて活動してまいりました。だからこそ消費税を減税して、取るべきはアベノミクスで儲けを上げてきた大企業から法人税や、あるいは所得税の最高税率引き上げて、富裕層の皆さんに儲けに応じて税金を納めていただく、これが当たり前の税金の集め方なのではないでしょうか。このことを正面から訴えて今度の参議院選挙戦っていきたいというふうに思います。皆さん、今度の選挙は私たちの暮らしのかかった選挙、日本とそして世界の平和のかかった選挙、絶対に負けるわけにはいきません。日本共産党を大きく伸ばしていただいて、ご一緒に未来を切り開きましょう。政治を変えるために市民と野党の共闘をぶれずに訴え抜いてきた日本共産党、どうか皆さんの大きなご支援をお寄せいただけますように心からお願いを申し上げます。愛知選挙区は須山初美、須山初美と書いて日本共産党の議席、愛知から国会に押し上げてください。よろしくお願いいたします。比例は日本共産党とお書きください。最後に重ねてお願いを申し上げ、私からの訴えとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。武田良介参院議員比例代表候補でした。それでは須山初美愛知選挙区候補からお話しさせていただきます。
雨の中お集まりくださいました皆さん、本当にありがとうございます。戦争か平和か、日本の進路が問われる参議院選挙が始まりました。この愛知選挙区から立候補いたしました日本共産党の津山初美です。この選挙で大軍拡で暮らしを押し潰すのか、それとも九条を生かした外交の力で攻め込まれない国を作り、暮らしと命を守る新しい政治を作るのか、党を作って今年で100年、侵略戦争に反対を揺るがずに貫いてまいりました日本共産党の私須山初美、この大混戦の愛知選挙区、何が何でも這い上がって今度こそ議席をつかみ取る決意でございます。どうか皆さん、日本共産党大きな躍進で愛知で43万票必ず叩き出し、そして武田良介さんとともに私須山初美を今度こそこの愛知から国会に押し上げてください。よろしくお願いいたします。皆さん、今物価の高騰だ、値上げラッシュが家計を押し潰そうとしています。ガスも電気も食料品も急激な値上げラッシュです。なぜこんな時に年金が削られたのか、そして10月から高齢者の医療費の窓口負担を2倍にするのか、今地域ではこうした怒りの声が湧き起こっております。で、私たち現役世代だって親世代の年金が削られることは大変痛いです。そしてこんなに物価が上がっている時に削られてしまうような年金、将来受け取るわけです。日本の年金大丈夫か、信頼性にも関わります。今この急激な物価の高騰は家計だけではなくて多くの中小事業者の皆さんにも襲いかかっています。先日ある中小企業の社長さんは、今部品が上がってオイルも上がってさらには工具まで上がってしまって、今一人で仕事やってるんだけれども自分の人件費も出ないような状況になっているんだ、そして涙を流しながら消費税をなくしてほしいと訴えられたこの言葉を私は忘れることができません。この痛み、この苦しみ、これが見えているのならば、今緊急に消費税を 5% に減税するべきではないでしょうか。そして皆さん、私たち日本共産党はこのコロナの下でも溜め込み金である内部留保をどんどん増やしているような一握りの巨大企業には、その大きな力に応じて税金を負担していただいて暮らしと社会保障を立て直していく、こうした明確なプランがあります。皆さん、これ本気でやろうと思ったら、大企業の皆さん、力に応じて税金払ってねとまっすぐに言える、企業団体献金も、そしてこうした献金一切受け取らない、財界とのしがらみが一切ない日本共産党が伸びてこそ暮らしを守り抜く新しい政治を作ることができます。どうか皆さん、比例代表で日本共産党大きく伸ばしていただき、その大きな流れとともに私を今度こそ国会に押し上げてください。よろしくお願いいたします。皆さん、平和の問題も切実です。先日街頭で大学生がこう言っていました。僕前回自民党に投票したんですよ、だけど自民党が憲法9条を変えようとしてる、とても怖くなった、この大軍拡の道に進んで本当に大丈夫なのか、入れたことを後悔している、こういうふうに話してくれました。今岸田政権は暮らしを守るのではなくて軍事費2倍、 GDP の 2%、 5兆円の大軍拡、ここに突き進もうとしています。日本維新の会はアメリカと一緒に核兵器を共有するなんて被爆国の政党として許されない発言を繰り返しています。
皆さん、今やるべきことは戦争になった時の準備ではありません。戦争にさせないために何をすべきか、これを示すのが政治の役割ではないでしょうか。皆さん、私たち日本共産党には明確なプランがあります。今、戦争が起きていない地域があります。東南アジアの国々です。ここは決して昔から平和な地域だったわけではありません。そして今も大変複雑な地域です。しかし東南アジア諸国連合 ASEAN は友好条約を結んで、何か揉め事があればすぐに大臣クラスがミーティングやって、そして紛争になる前に戦争を未然に防いでいる。これすごいことじゃないでしょうか。皆さん、実はこうした集団安全保障、対話の枠組み、ロシアも入った、ヨーロッパにもあったんです。OSCE という平和の枠組み。でもこれ生かされなかった。ヨーロッパではどんどん軍拡の道、軍事強化の道に進み、ロシアのようなああした横暴な国が出てきたときに、それを外交によって止めることができなかったんです。皆さん、今維新の会や国民民主党、自公政権が大軍拡の合唱をやってます。このヨーロッパの誤りを日本で起こさせてはならないのではないでしょうか。皆さん、今この東南アジア ASEAN は、これ東南アジアだけではもったいない。日本や中国やアメリカも含むもっと広い地域にこの友好条約を広げていこうとしています。皆さん、アジアの国々はかつて2000万人という尊い命を私たち日本が奪い尽くした地域です。そのアジアで今日本が信頼されているのはなぜでしょう。それは戦争はしない、武器は持たないと世界に公約した憲法9条を持つ国だからではないでしょうか。今こそ9条の出番なんです。それをみすみす手放してしまおうというのが日本維新の会、国民民主党、そして自公政権です。私はこの人たちにこの定数4の愛知選挙区の議席を独占させるわけには絶対にいかないんです。どうか皆さん、党を作って今年で100年、侵略戦争に反対を貫いてきた日本共産党の私、須山初美をこの愛知から国会に送っていただくことこそが、この歴史逆行を跳ね返す確かな力です。どうか日本共産党と私、須山初美へ皆さんの大切な一票、どうか託してください。よろしくお願いいたします。最後に皆さん、私はこの選挙で希望を作っていきたい、生きやすい未来を作っていきます。デザイナーとして働いた10年間は希望に満ちたものでした。本当にやりがいのある毎日でした。しかし長時間労働で体や心を壊し、たくさんの仲間が会社を去っていきました。女だからと能力で評価されずに、大好きな先輩も会社を去っていきました。もっと一緒に仕事がしたかったです。こんな思いをするのは私たちの世代で終わりにしたい。私は男女の賃金格差をゼロにします。人間らしく働けるルールを作って、性別に縛られずに誰もが力を発揮できるジェンダー平等社会を作ります。皆さん、この扉は今少しずつこの重い扉開こうとしています。岸田政権が男女の賃金格差を企業に公表させる、こうした方針を打ち出しました。これはこれまで長い間諦めずに声を上げ続けてきた人たちの力がこの扉を開いたんです。私の母は銀行員として定年間際まで働きました。当時は30歳で定年を迫られる、よく上司と喧嘩して家で泣いている母の姿を見てきました。お母さんの帰りが遅くて寂しいね、そんな風に言われることもあったけれども、母は自分の世代の、自分の会社の次の世代の女性たちが働き続けられる職場にしたいんだと
会社で初めての産休育休を取り、そして障害を持った弟のための看護休暇も取得しました。母のようにわきまえずに声を上げ続けてきた人たちの行動こそが今このジェンダー平等の扉を開こうとしています。だからこそ私は今日本の中にある大変遅れたジェンダーギャップ、政治分野のこの壁を私自身が打ち破って、これまで聞いてきた愛知の声を国政へ制度設計の真ん中に今度こそ届けたいんです。どうか皆さん誰もが力を発揮できるジェンダー平等社会への願い、そして平和で豊かな暮らしをしたい、その願いを一筋に日本共産党と私須山初美に託していただき、今度こそ国会へと押し上げてください。最後の最後まで全力を尽くします。どうか皆様一緒に戦ってください。頑張り抜きます。